国建築士の中で独自の伝統と美しさを持つ古い民家を一箇所に集めた川崎市立日本民家園は、川崎市西北部の生田緑地内にあります。周囲をのどかな丘陵地帯と公園に囲まれたこの民家園は、静かな雰囲気に包まれ、我々の祖先の生活を忍ばせています。中には国の重要文化財に指定されているおよそ300年前の民家も見られ、優れた建築技術でそれぞれの風土に適合するように作られた家は素朴な美しさを持っています。川崎市金程から移されたこの民家はおよそ300年前のもので、軒が低く格子窓になっているのが特徴です。家の内部は大黒柱がなく、床がすのこ張りであることも珍しい例です。民衆の長い歴史の中から生まれた数多くの生活の知恵を知る、こうした文化遺産を大切に保存していきたいものです。